バファローズは3人目のピッチャーの吉野がマウンドに上がっています。今日は先発はサウスポーの八木。八木が5回を投げました。6回はミンチェ、7回はこの吉野、あと今日予定では8回平井、9回は平野義久という予定が組まれています。バファローズのピッチャーのリレーです。今日は2番スタメンは田中裕康だったんですが、途中から守備に入っています。今日最初の打席は送りバントを決めています。サードバルデリスがボールを取ります。一塁送球ワンアウト。3番レフェダー新一竹内。まずは吉野がワンアウト、先頭バッターを取っています。まあ、吉野はこのシーズン中になりますと、加藤さん、当然この左バッターへのワンポイント的な役割も多くなってくるんでしょうけども、ただ今シーズンはマリーンズから松本というサウスポーのピッチャーが移ってまいりました。その松本がここまでは非常に結果を出しています。でも長すぎというのは左でも2人ほどいりますね。そうですね。これは当てただけ、ショート待って取る、ボールを取る、一塁送球足立間に合ってツーアウト。ツーアウトランナーはありません。代わって吉野が2つアウトを取っています。バッター4番の畠山、今日はこの4番にまだヒットがありません。スワローズ ここはスピード抜いたボール、ピッチャーゴロ、一塁送球吉野スリーアウト。この回は7回、スワローズは三者凡退無得点。さあこれからゲームは7回バファローズ攻撃に入ってまいります。